はい、引き続き今17時8分ちょうどいいですね。あと残り3ケース今日はね。はい、 BGB の1583トップスの5スターのグループブレイクで、出た順分け分けはここまでですね。19ケース目までとなります。参加者こちらの方々ね、16スポットでアディショナルカードが出た場合は1番の方となりますので、はい、1、2、1、4枚目はないですね。まあ4枚目もし、あ、4枚目か、4枚目あった場合は1212になりますね。はい、じゃあサイコロ2つ打って足した合計ランダマイズです。いきます。はい、1と5で6回、リフレッシュしますね。はい、はい、じゃあいきます。6回、1、2、3、4、5で次ですね。はい、よいしょ。ラスト、ナワチョさん、トップバッターサイさん、よいしょ、こうですね。はい、はい、あ、逆ですね、こうですね。はい、じゃあまずはボックス1がこちらで、右側でサイさんとモーパーさんで、ボックスカラカラさん、コーディーさんとなります。で、交互に下に向かってね、開封していきます。はい、久々のレデかな、レデですね。はい、サイさん、モッパーさんで、こっちが前だと思いますんで、前ですね。はい、レデンプションです。じゃあ下の下っぽいんで、このままよいしょ、このままいっちゃいます。はい、せーの、あ、ミードさん、あ、今度 MLB ロゴのインディペンセンスやばくないですか。2枚目だ。ルーキーカップパッチオート。ねえ。ルーキーのキャップのインディペンデンスデイの時のキャップ。それを MLB が回収する全選手。で、トップスさんが一部の選手の、この後ろの MLB ロゴのとこですね。ああ、だから、あれか。インディペンデンスデイだから、あの、星のあれが入ってるかも。散りばめられてるかも。ミードさん。はい。今度は2枚目ですね。MLB ロゴ。さっきデラクルーズ出て、また、これ、1590何箱1ですから。あ、さっきちょっと、1500だったっけ ?1900 だっけ ?1592? の ?8 箱ですね。199箱1ぐらい。800万使って1万す。1枚出ればいい方。2枚出てます、今日。はい。おー、来たね。うん。すごいですね。デュアルオートも来て。よいしょ。はい、ミードさん。皆さんも来年ね、頑張ってくれれば。はい。よいしょ。来ましたね。サイさんおめでとうございます。ロゴ系初めて。このね。まあ胸の、あ、胸っていうか、ジャージの後ろの首元にある、エンジンのところにあるロゴと。で、これはインデスペンデンスデーに、あの、多分、まあ検索すれば出てきますから。まあ、ミードさん今年のルーキーだから、今年着用したやつだと思います。それでレデなんだと思うんですよ。カード間に合わなかったのかなって。その MLB ロゴの部分。まあ、キャップですんで。
はい。ね。キャップと、いや、キャップとジャージは回収してるかもしれないですね。まあ、キャップがトップさん行ったんでしょうね。多分ね。はい。おめでとうございます。2枚目来たね。はい。よいしょ。で、2枚目は、はい。マックス・ウリードさんの50ですね。うん。はい。結構ロゴパッチ系ってレデなのかな？ひょっとしたら。まあ、ルーキー系だからなのかな。今年ね、まあ、数年やってるレジェンドとかだったら、ベテランスターだったら、前年度のやつ入れればいいわけだから、MLB ローも。今年のルーキーのだから、カードの製造が間に合ってないからレジェンドなのかもしれないですね。うん。はい。まあ、今、レデンプションこう、ね、返してくれるでしょ、すぐ。ね。いや、すごいね。二つも出たね。だって1590何対1ぐらいだと確か書いてくれた方、はい、思うんですけど、これ20ケース開けたとしても160パックですからねっていうそれがやっぱりね、数字上で考えたらすごいよなって店長も思います。はい、3枚パターン、あ、ラバーさんか。はい、ラワさんさっき上から来たもんね。下のもあったか。2番目もあったか。はい。うん。よいしょ。これが2箱目です。カラカラさんとコディさん。まずこれカラカラさんね。で、コディさん、あ、インサートオートにいましたけど、ベースオートもいましたね。はい。イエリッチさんの75。で、3枚目ですね。うん。下に安定的にこう、応援ホワイトさんがいますね。うん、よいしょ。まあ、25尻ですからね。はい。カラカラさん、サイン2枚ですね。よいしょ。いや、でもこうやってね、20何回もグループブレイクに使用できるって、ほんとメーカーさん感謝ですよ。いやー、この3年間きつかったっすかね、店長も。きつかったっすよ。はい。うん。いや、お客様もきつかったでしょ、だって。高いか分かんないか、高いか安いのか、それが通常の価格なのか、ボラれてるのか、分かってない状態でずっと買ってたでしょ、この3年間。うちが、こうね、去年から品物が戻るまで。きつかったでしょ。うちがもう還元してあげるから、ほんとどんどん。はい、3つ目です。モチウムさんとフロさん。はい、ドーソンさんですね。レジェンドです。カーブスのレジェンド。よいしょ。はい。とても丁寧ですね。はい。で、2枚目。はい、こちらもカブスですね。こちらルーキーです。カナリオさん。カブスボックスでしたね。はい、3箱目ですね。はい。で、4つ目。
これは普通か、やや薄いような気もするけど、あ、やっぱ前がインサートペンマンシップだと思います。この厚さ、そうですね、はい、4箱目なんで熊吉さんですね、でサリさんだと思います。はい、そうですね、ルーキーだ、ん、あ、フレリックさんですね、はい、WBC でまた、ね、予選通過してこっち来たら、はい、応援してあげてください、フレリックさん。うん。やっぱ25が通常ですね。25からシリアルで、15、10、で、3、1っていう感じのインサートです。まあ、最大で25ですから、結構出にくいんですけどね、これね。綺麗ですね。ちょうど階層的になってて。うん。で、はい。シフィールズさんのドジャース2枚目ですね、今日ね。なんかすごい新鮮なんですよね。はい。ね、ヤンキース。いや、ね、大体ヤンキースでしたから。ドジャースのシフィールズさん。マットケンプさんとかも入んねえのかなって、ちょっと。やっぱドジャース好きな方、ね、マットケンプさんとか入れてほしいよなって、思います。マットケンプとショーン・グリーンだな。よいしょ。大谷さんにね、記録は抜かれちゃいましたけど、店長はショーン・グリーン大好きだったんで。で、5箱目です。リオさんとコウさん。はい、3枚パターン。よいしょ。ああ、ローレンス・バトラー。うん。今、こうやってね、まあ、そこそこ出る位置にいると思いますけど、今のうちに、はい、入手。ちょっと待ってる。スリーブはなくなっちゃった。引き当てるなら今のうちかもしれない。そこそこ引き当てられるからね、フーニュース。はい、はい、これ5の1リオさんですね。バトラーのルーキー王と、お、久々だ。初めにポポンと来てね。あ、ホセラミラッシュ来るかなと思ったら、その後全然見なくなっちゃったな。はい。写真もいいっすよね。はい、ホセラミさんの75。40-40やってほしい。あと2本か。やってほしいな。うん。はい。で、3枚目は、はい、ファージー・ジェンキンスさん。カブスのレジェンドです。はい、ですのでリオさんがバトラーとカブスのレジェンドジェンキンスさん。で、コウさんがホセラミさんですね。ホセラミさん監督やんねえかな、どうでしょうね。俺はそんな、どうだろうな、なんて言うだろうな、ね、はい、もう50歳ぐらいまで選手兼監督でやってもいいような感じですけどね。あ、いるだけでいいですってみんなついてきますんで、そんな感じで。はい、6箱目。パナポさん。パナポさんですね。お、パナポさんと773。で、ベンチさんのこれオレンジって5。5だ。おー。いいっすね。はい。上から5シリとかっ
って初めてかな。2番目とかに、ああでも上シリアル来る場合も結構あったか。たまたま5か。はい、パナポさんですね。はい、ベンチさん。はい、で2枚目は77さんですね。6ね。はい、ベンチさん2枚目ですね。さっき1枚目出て、今度5尻です。いいですね。通常オートの人数が多い方のワンバンが出なくて、MLB ロゴのワンバンが2つ出るって。なあ、あのね、そっち引くって、よく店長がよく言われてました。店長はそっち引くんだよな、っていう。出にくい方を引くんだよな、みたいな。はい。6箱目。そうですね、今年、そうですね、ホーティーホーティーやってほしいんですよね。はいですね。7箱目、熊吉さんとパナポさん、ね。そっか、パナポさん3つなの。よいしょ。うん。キンク？こっちか。はい。お、スコットローレン今日初めてだな。はい、レッツだ。レッツだ。スコットローレンのレッツだ。ああ。はい。スコットローレンのレッツの音ってあんまり見覚えないよ。見覚えないよね。初？ねえ。25尻です。はい。今日初めて出ました、スコットローレン。はい。で、2番目は、トーバーさん。トーバーさんも、2回目か3回目かな。まあ、成績いい選手ですからね。ロッキーズも、新しい選手が、かなり後半から使われ始めて。グッドマン、ちょっと気になってんすよね、全然。春先と比べたら全然違うんで。強心強打が、はい、もう、スキルで身につけば。ただシーズン終わっちゃうんだよね、もうね。っていう。あと1ヶ月ぐらいこうやってれば、なんですけど、いいとこで終わっちゃうからな、っていう。まあ来年、キャンプで、成績は、まあ良かったら、はい、もう身についてんじゃないかな。まあでも安定して、あの、ケースの中で3枚パターンが2つか3つはあるから、かなりいいですよ、これ。で、インサートオートが2枚入りのに必ずかっていうとそうじゃないじゃないですか。はい。おぉ、ラファエラになってきた。ラファエラとバトラーは上に来るけど、今のうち引いといた方がいいよねっていう。引けるから。はい、パナポさんですね。よいしょ。あ、2枚目もいいな、これ。はい。ラファエラの下に、カミネロっすよ。はい。いいっすね。はい。これ8箱目ですね。パナポさん、ナワチョさん。で、パナポさんですね。レイノルズですね。レイノルズさんも3枚目の時に下に結構何回かいましたけど。やっぱそうっすね、ローレンね。レッツのローレンのサインって本当、記憶にないですね。アーカイブシグネーチャーとかで入ってたかなっていうぐらいでしょ。はい。ね、ルーキーも上位来てくれました。カミネロが出ました、ナーチョさん。最後ね。中盤ちょっといいのが出ちゃうと。ああ、チャーコメ大丈夫かなとか思うんですけど。ね。無事に出てよかったです。
まあ8箱ケースなんでね、しょっぱなドカーンってくる場合もあるしね、最後も、はい、まあちょっと最後なんで、よいしょ、はいね、87ローレンレッツね、5シリアルのベンチで、パイセンにバトラーもこれね、うん、サイン2枚で、フレリックさん、シフィールド、ドーソンさん、カナリオですね、はい、でラウアーさんとね、ホワイトがいて、イエリッチ、フリードで、 MLB ロゴですね。だからファザーズデーとインデペンデンスデー、ひょっとしたら、マザーデーもあるの、母の日もあるのかな、それのロゴもあるのかな、どうでしょうね。うん、はい、ということでね、 MLB ロゴ系が2つ19ケースで出ました。あ、面白いですね、やっぱね、出方がいいですね。はい、レジェンドモンカードでゲットできるし、申し分ないですね。はい、じゃあ、19ケース目終わりました。 BGB の1583ですね。はい、次ね、20と21はボックスランダムとなりますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。